第4試合全ゾザグレイテスト60分一本勝負、赤コーナーよりブル中野選手にお越しいただきました。ブル選手、はい、国内のシングルは、11月20日の東京ドーム以来ということになりますが、タイトル通り、全ゾザグレイテストと名がついてますが、はい、偉大な戦いを飛鳥選手と見せてくれると思いますが。そうですね、この3人の選手が復帰してから自分は一度も当たってないんで、はい、何のために全ゾにまた戻ってきたのかを、はい、今日は体で感じてみたいし、はい、前のクラッシュギャーズのライオンズアスカではなく、はい、ライディングアレイとしてのライオンズアスカを叩き潰したいと思います。はい、全場の歴史を感じさせる戦いを、ぜひ期待しております。そして青コーナー、ライオンズアスカ選手にお越しいただきました。アスカ選手、はい、ブル選手についてお聞かせください。そうですね、今の現役の選手の中では一番年代が近い選手なんですけど、まあ、ニューヨークで活躍してましたし、ニューヨークで得てきたものもたくさんあると思うんで、まあ、それからは、まあ、本当に7年か8年ぶりぐらいの対戦なんで、まあ、やっぱりちょっとちょっとというか相当手強いですけど、まあ、とにかくお客さんにいい試合だったって言われるように頑張りたいと思います。私からするとかなり懐かしい対決っていう感じにも捉えるんですが、現在進行形の戦いと言ってもよろしいんじゃないでしょうか。そうですね、いわゆるレトロな戦いではなくて、はい、本当に、ING 現在進行形の試合をしたいと思います。期待しております。いよいよ第4試合です。全ゾザグレイテスト、ブル中野対ライオネスアスカの今コールにもありましたけれども、6年3ヶ月ぶりというシングルマッチであります。60分一本勝負。さあ、ライディングアレイを結成し最強キスですね、このアスカとブル。そして今やね、もう世界の女帝
その名を欲しいままにするまさにその風格そして実力ともにですね世界を制したと言っていいこのブルナカノ懐かしい感じしますけど、ね、まずはビセゲリ2連発ブルを大の字にさせたこのアスカやっぱり前場の偉大なる足跡っていうのを見せてもらいたいですよねなるほどこの2人には、まあ、それこそね前場イズムをですね、まあ、守ってきたこの2人ですから、はい、やっぱり、まあ、そういった試合が見れるとはね当然期待できるわけですけども一応アスカとアスカ引退後はね、はい、やっぱりその低迷した前場を支えてきたのはブルですから、はい、なんかブルはもう秒殺で決めてやるなんて試合前言ってましたけどそうですかブル様世界の女帝が吠えたラリアットそしてサンダーファイヤーパワーボムカウントは2アスカ肘がなんか脱臼してるみたいですねはい、はいちょっとその肘を抑えているパワーボム一発でちょっとひるんだかギロチン狙ってますよあーすごいうわー強烈世界の女帝は容赦ありません非常なる攻めクラッシュガルズで一時代を築いたあのライオネスアスカに対し非常なる攻めの連発だなんとムーンサルトプレサブライカウント3秒殺世界の女帝秒殺はアスカの王子だあれはミスターボーナスの攻めですいやー戦場役者ですねあーいやいやこれよりもですねちょっとこのアスカの水の方がちょっと心配ですけれどもいやまさかまさかおっと今度はそのライディンアレーの大将ジャガーが今ブルに噛みついていったがなんですかね今ブルはね時代が違うぞというねまあなんかそんな感じでしたけどおめえら何だに戻ってきた今のままでな戻ってきた意味ねえじゃねえのかよあんたそのコンディションでな私やるなんてな考えが甘いんだ負けていいのお前とやるのに万全の体調じゃなかったら私が悪いよでも次もう一回やってくれもう一回ブル様が何か怒り狂っていますリング上で怒り狂っています、はい、ブル中野やっぱりブルとしてはねお前らこんなものかっていう不甲斐なさもあるんじゃないですかはいそれにしてもそうですよね、まあ、ブル選手の心地を察するとですね、まあ、なんともコメントしづらいんですけれどもあ今度はバイソンが噛みついていったなんかブルとしてはライディンアレを一人でやってやろうっていうあるじゃないですか、はい、なんでしょうかこの前場のね歴史の時代の流れの中でですねまあこのライディンアレというこの3人がですね、なんて言うんでしょう、時代の、まあ、エアポケットに入っていたようなジャガー流血ですね、ジャガー、はい、なんと、もうそのポジショニングと言いましょうか気迫というものがもう一つ、ブル様にとっては感じられなかったんじゃないかそんな怒りがですね、今リング上で爆発した、そんな感じがいたしますいや、今ですね、ちょうどライディ・アレンがリング内三角形を作って今ブル中野といやなんかジャガー前のバッシング、はい、ブル頼むよもう一回やってくれもう一回
みたいな。これがシングルであるぞ。大見えを切ったブル中野、これからやっぱりサバイバル競争が始まるじゃないですか。どうなってしまうんでしょうか、このライディングアレイ。まあ今しかもですね、小川さんがおっしゃりましたように、猪木対国際軍団のですね5対1変則ハンディキャップマッチを思い出しましたけれども、いやことの発展によりましてはそういった展開もこれあり得るということですよね。そうですね、まだ何とも言えませんけど、はい。しかしこれどうでしょう、まあ、ブル様にコテンパンにやっつけられてしまったという言葉がですねぴったりくるようなこのライディアレの敗退。まあ今後のライディアレちょっとアウン立ち込めたかと、そういった感じの第4試合でありました、はい。それでは見事な勝利を飾りましたブル中野選手です。どうもおめでとうございます。電光石火の勝利といったところですか。まず一言、ジャガーさん、アスカさん、今日限りもう先輩とか後輩とかもう癒しましょう。ライディングアレイは前場の中の構想にスパイシー的な存在になるって言ってましたよね。なってないじゃないですか。結構復帰してから時間経ってるのに何も変わってない。こうやったら緩みないですよ。自分たちがやってきた前場の中で暴れるんだったら最後まで暴れてください。やんないんだったら出てってください。これだけです。ありがとうございました。全日程を終了いたします。お客様にお知らせいたします。場内は禁煙となっております。